皆さんこんにちは、ケンです。本日は朝日限定エスケープ R シティの紹介になります。こちらのクロスバイクはジャイアントのベストセラーバイクエスケープ R3 をベースに、フレームカラーがホットカラー、こちらに今出しているのがマットレッドになります。そのマットカラーに光沢のある限定デカール、そしてジャイアントの純正のフロントライト、テールライト、キックスタンドで、さらにはエスケープ R3 より少し太めの 32C のタイヤが標準装備された特別限定仕様となっております。これから通勤通学にクロスバイクを買う方、もしくは休日のサイクリングに使いたい方の参考になればと思います。この限定モデルっていうのが色が2色あります。今こちらに出しているマットレッド、そしてマットブラック。マットブラックはどちらかというと、今ジャイアントさんのラインナップにあるエスケープ R ディスクのマットブラック、こちらの色と、まあ、ほぼ同色、同じような見た目になってます。ただし、冒頭で述べたように、このデカールについては光沢のあるものになっておりますので、エスケープ R ディスクとはまた違う雰囲気となっております。というわけで、まあ、私の一押しはこのマットレッドになります。まあ、写真とかではすごく伝わりにくいんですけども、実際見るとこのマットレッドっていうのがメタリックなマットレッドになります。アルミフレームのマットレッドだなっていう感じがします。フロントライトはジャイアントの USB 充電350ルーメンのフロントライトになります。高い防水性も備えてますし、350ルーメンあればもう街乗りとかちょっとした暗いところでも十分な明るさですので、安全安心です。テールライトはジャイアントのユニクリップシステムが採用されているものになります。サドルにつけるタイプのテールライトになりますので、例えばここのシートポストが、まあ、短い方とか、そういった方でどれをつけたいって方がやっぱり街乗りとか通勤通学で多いんですけども、まあ、そういった方、従来であればここにライトをつけてどれを気をつける、ある程度の長さが必要だったんですが、このユニクリップシステムの搭載のサドルであれば、ライトをつけなくても簡易的などれを系とかがつけれるわけですね。でこちらのライトは光センサーがついてますので、オートモードにしていると自動で点灯したり消灯したり明るさを変えてくれたりします。また振動センサーもついてますので、5分以上振動がない場合は自動で消えるテールライトになります。でさらにユニクリップシステムっていうのを説明すると、こういうふうに鍵をつけたりとか、テールライトの下にどれおけとかっていうのもサドルの下につけることができます。でこちらのキックスタンドはアルミ製になっていますので軽量です。片足で簡単に上げたり下げたりすることができます。さらにここもしっかり面で受けてくれますので、車体が安定して立てれます。タイヤにつきましては 700×32C、まあ、太めのタイヤの方がね滑りにくいですし、空気をちゃんと入れている前提になるんですけども、リム内パンクもしづらくなりますので、街乗りで太めのタイヤは個人的にはおすすめです。はい、以上がエスケープ R シティのご紹介になります。まあ、こちらのクロスバイクをおすすめしたい方っていうのが、まず初めてクロスバイクを買う方、あの人気のエスケープ R3、 日本一売れていると言われている車体ベースに、初めからフロントライト、テールライト、スタンド、そして太めのタイヤが初めから装備されているということで、初めて乗る方に非常におすすめです。初心者の方だけじゃなくても、マットブラックやマットレッドが好きな方は買いだと思います。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。